こんにちは、花屋の山さん。子育てシリーズなんですけども、学校に行かせるべきかどうかってことですけども、まあね、答え言えば行かせる必要ないかなと思いますけども、ただしが入ります。学校では勉強っていうものもありますけども、まあ、ある一定のね、社会生活の練習ができるわけですよ。あとすごく重要なのが、まあ、出会いの場ですよね、まあ、人とかね、特に異性です、異性との出会いの場があります。でそこでは学校に集まっているといって一定の信用関係のもとに、お互いの下調べをそこまでしなくても、まあ、ある一定のね、信頼関係からスタートできるっていう風なメリットありますよね。ただこれね、これはですね、これからお話しすることができている人は本当に全く意味のないことだと思います。それはズバリですね、情報発信なんですよ。 YouTube などで情報発信がきちんとできている人にとってみれば、そこが一つの世界なんですよね。信用、信頼関係の世界なんですよ。視聴者さんからこの人は信用できるって方からアプローチが入るわけじゃないですか、まあ、ですんでそこで、実際に商品が売れたり、強い人間関係ができたり、学校の関係以上に強い信頼関係が生まれる、恋愛もできるわけですよ。 YouTube で発信してる人って基本的にみんなモテますからね。だってもう学校では出会えない数の、そして種類の人が見てるわけじゃないですか。もちろん再生数が少ない人は違いますけどね。でも少なくとも動画を視聴する方が延べでね、万という数がいる方っていうのは、 YouTube ちょっと始めたらそのぐらい何万人とかでもう必ず出るわけですよ、まあ、その中にはたまたま自分のことが気に入る人もこれいるんですよね。で学校なんてのは言ってみれば数百人の世界ですから、ね、しかも他の人もいるわけですよ。他のコンテンツもあるわけですよ。そうなってくると、まあ相対的に動画発信している人よりは学校に行ってる人はチャンスがないというふうなことになります。で今まではその学校とか会社っていう環境、それから地域っていう環境しかなかったんで、その中での競争だったんですけども、でも片方ではね、情報発信してもっちゃくちゃ有名になってると、でいろんな階層の世界も見ている、関わっているっていう人と、学校っていうすごく閉ざされた、しかも一定のなんですかね、価値観に凝り固まった世界にしかいない人と、じゃあどっちがどういうふうに伸びていくのかなってことですよね。いや、そう考えていくとね、これね、30年前はそうでもなかったんですけども、これから10年後のことを考えたら論外になるわけですよ。学校とか選択するっていうのは、もちろん学校の環境、学校の先生、そこに関わる人、保護者の方がみんな情報発信に長けていたりとか、人間関係がものすごくね、得意だったら全然問題ないですけども、はっきり言って学校で片付ける人間関係ってむちゃくちゃ下手だと思いますよね。じゃあ、まあ本当はね、なんかね、言えばキリがないんで言わないときますけどもいじめってどこで起きるのかぐらい言っておきましょうか。学校と家庭ですよね。だから学校と家庭離れないといけないんですよ、本当は。いじめられる方ばっかりフォーカス当たりますけども、いじめたくなるやつっているんですよ。そういうやつと関わらなくちゃいけなくなると、だんだん腹が立ってきていじめるようになるんですよ。これはいじめっ子の心理ですけども、毎日同じ環境に行くわけでしょ。毎日ちょっとね、なんですかね、鼻につくやつがいるんですよ。毎日ね、毎日鼻がつくやつがいて、そこに正当性も正義もないんだけども、ついついちょっかいを出してみたりとか、消しゴム隠してみて、で慌てる様子を見てね、楽しんだりとかするわけですよ。でそこに消しかける、いわゆる、見物人がいるんですよね。8割ぐらいは見物人ですから。そういう構図ができて、自分がそのいじめという世界で支配者になるわけですよね。それはね、もうはっきり言ってこの構造の問題であって、個人をどうこうしても収まらないですっていうのが、個人を罰しても新しいいじめっ子って出てきますよ。でいじめられっ子もずっと出てきます。これなくならないんですよ。それはね、学校って環境があり、毎日毎日同じ人と顔を突き合わせて、鼻がつくやつはずっと毎日その鼻がつくところ見なくちゃいけないわけですよ。でいじめられっ子からしてみたら、毎日いじめっ子がいるんですよね。明日もいるんですよ。卒業までいるんですよ。下手したら卒業して進学した中学にもいるんですよ。そうなってきたらもう死んでしまうかってなるじゃないですか。でそのぐらいのことに頭が回らない保護者と、それから教員が救ってる悪魔の巣窟が学校なんですよね。でも YouTube ってどうですかね、情報発信ってどうですかね。気に入らなければ終わればいいんですよね。情報発信者に会いに行くってむちゃくちゃ難しいですからね。思ったより難しいですから。それこそ毎日学校に行ってるやつに会う方が簡単ですし、近くのコンビニで働いてる人に会いに行く方がむちゃくちゃ簡単ですよね。だって YouTube で発信してる以上、どこの誰なのか分かりようがないですよね、まあ、そういうこともありますので、まあ、これからはね、
誰かを育てようと思ったら、それほどの力量が育てる方にあるかってことがかなり問われてきます。なぜならですよ、周りの同じような環境を持った人に聞いても何の参考にもならないんですよ。まあ自分の例を申し上げて恐縮なんですけども、じゃあね、私みたいに48歳でね、1歳の子供がいますっていう人は他にもいると思うんですけども、じゃあその他の人との他の生活環境どうですかね。あまりにも背景が違いすぎて参考にならないんじゃないかなと思いますよね。考え方も違うし、資産の能力も違うし、将来的な資本展開力も違う。で、会社を経営してるのかしてないのかっていうことでも違いますし、それまでの人生ももう本当に数限りなく違うわけですよ。その中で紡ぎ出された今日という判断力っていうのを重ね合わせた時に、それほど参考になるかなって、お互いにですよ。お互いに、あ、そんな人もいるのねって形で、自分とは違うよねって意味はありますけども、なるほどなと、自分に取り入れられそうだなってものがあるかなってことを考えると、非常にね、少ないんじゃないかなと思いますよね。それこそ、自分の判断で全ての結果責任が取れるというふうな自陣の方が役に立つんじゃないかなと思いますし、そういう姿をもうこそ教育になると思うんですよね。結局誰かに頼って何かしようっていうのはあるんですけども、それはね、でも全て自己解決できる能力をつけた人が身の回りにいて、そこに学んだ方がいいに決まってるわけなんですよ。もちろん人は一人では何もできないし、全部一人でできるかって言われると究極そうではないです。でもほとんど 90% 以上はね、自分で解決してるんですよ、みんな。それこそね、解決しないっていう方法で解決してる人もいるんですよ。手の施しようがありませんって感じですね。で、他者にお願いするときとか、他者を頼りにするときっていうのはどういうときかっていうと、どういう選択肢が働くかっていうと、信用できる人とつながれているかっていう、まさに親の責任になるわけですよね。で、信用している人、信頼できる人、お金を払えばきっちりとパーフェクトな物事をこなしてくれる人って、それだけつながってますかねってことなんですよ。いきなり飛び込みで弁護士さんとかどっかの有力者のところに行くのが関の山じゃないかなと思うんですよ。それまで人脈の構築ってのをしていない10年20年を送ってる親が一体何の役に立てるかって形なんですよ。しかもそういう姿を子供に見せているかってことですよね。で、普段からどんな時でも自分にはコストをかけた人間関係が10年レベル20年レベルでいるよってことでバックボーンってできると思うんですけども、それこそね、自分の力が及ばなかった時に慌てて誰か頼りになる人いないかって探し始めても、もう勝負はついているってことですよね。特にこれから人はどんどん減りますんで、より強固なね、小さい集団を少数精鋭で作り上げる、そんな力が教育者では求められているんではないかなと思うんですよね。はい、それでですね、これからね、これからちょっと話展開変えて、これからどんなことを身につけないと手遅れになるのか、少なくともこれはやっとけっていうのは、やっぱりね、動画関係ですよね。動画の作成スキルとか編集のスキルとか、もちろん自分でタレントとして YouTuber をするのが一番いいと思いますけども、で、これからどんどん AI が進んでいっても、これからどんどん技術が進んでいっても、絶対なくなるものってあるんですよ。それはですね、人は人と話したいんですよ、最後は。で、人は人間と話したいんですよね。だから話す能力が高い人にすごく人が集まります。それこそ話す能力がない人っていうのは、話す能力のある人としか話せないんで、そういう人にすごく人気が集中するんですよ。で、残念ながら話す能力のある人っていうのは1万人に1人ぐらいなんですよね。ってことになると、1万人に1人のまさに話す二極化っていうのが現れます。全然人とのコミュニケーションが下手で、それこそ長い付き合い、濃い付き合いが全然できませんでしたって人が大多数いて、で、誰とでもね、ものすごく信頼関係を紡ぐのが楽になる、いわゆるインフルエンサーみたいな能力を持った人っていうのは、これからね、死に絶えることがないんですよ。この話す能力が強い人っていうのは。で、モチベーターって話しましたよね。この人と話してると関わってると、なんか元気出るわみたいなの、モチベーターっているんですよ。で、逆にディスモチベーターって言って、この人と関わっていくと暗い気持ちになったり腹が立ったりするから、もう一日も早く一刻も早く離れたいわって人もいるんですよ。で、そういう人はどん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 孤独になってきますよね。例えばいつも何かに困ってる人、いつもお金がない人、いつも人に頼る人、いつもお願いしますっていう人、こういう人ははっきり言ってどん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 縁がなくなっていくんですよ。そうじゃなくって、困った時は力になれるよとかね、困った時は励ましてあげるよとか、困った時は助けてあげれるよっていう人はどうですかね嫌われますかねってことなんですよ。で、こういうふうなね、そのモチベーションの二極化もこれから、顕在化していくでしょうね。すでに今あるんですけども、二極化していきます。で、少なくともモチベーターっていうのは、いろんなところに呼ばれて、講演会とかね、
対談とかっていうのを申し込まれるはずなんですよ。ですよね。だって暗くなる気持ちの人と喋りたい人はあんまりいないですからね。でお金を稼ぐ能力も大事でしょうね、きっとね。だから教育してる人がお金が自分で稼げるかってところっていうのが大きな資質になると思います。問題はですね、あの、問題はですね、お金が稼げない人がお金を稼げるのが大事だよとかね、あの企業で一発当てたこともないのにいい会社に入りましょうみたいな、ね、言ってるってことなんですよ。いや、そのいい会社の選別方法ってあなた知ってますかってことですよね。じゃあいい会社ってのは、じゃあ入れた瞬間がいい会社なのか、それとも50年100年続く会社を見分けれることがいい会社の見分け方なのか、それとも財務状況なのかね、きちんとコンプライアンスを守っているのか、法的に守られたことをしているのかってところを、じゃあどうやってね、あの就職の面談までに見抜けるかってことがちゃんと教えれるかどうかなんですよ。で少なくとも今就職を斡旋している人とか教育者とか、もう親もそうですけども、他社が経営している会社のことなんて全く知らないで進めてますよね。大手だからとか公務員だからとかね、どうですかね。今総務省に勤めている方がいるとして、その方が20代です。今どうですかね。総務省ぶったたかれてますよね。総務省もしかしたら組織改編されるかもしれないです。総務大臣があれですからね、もうインチキなんですよ。でそういうところに入ったりとかね、それから数年前だったら東電ですよね。東電で多くの方の命を奪って迷惑かけといて、でも東京電力に入社したいですって人がねいるとして、どうだったんですかね。当時ね、ボロクソになってたと思いますよ。で今はね、そこそこ風当たりが引いたかもしれません、うん、東電っていう中にいて自分が東電の社員ですって言わなければ何も起きないかもしれないんで、こっそり入ってるかもしれないですけどね、まあ、こういうふうな会社を選ぶっていうのはすごく大変なのに、会社を選ぶセンスもない親とか教育者が会社を選ばしてるわけなんですよ。でそれはめちゃくちゃだと思いますよね。それこそね、お父さんの作った会社に入るよっていうのが一番シンプルでいいんじゃないですかね。ということで人の育て方もだいぶ変わってくると思います、うん、でまだありますね、人を集める力もいるですよね。なかなか人が集まらない人は、これは求められてないんですよ、市場に。残念ながら客観的に見てね、人が集まらないわけですから、うん、じゃああなたが誰かを選ぶときってどうですかね。誰からも孤立したポツンとした人を探し出して、その人についていきますかってことなんですよ。そうではないですよね。多くの人から信頼されてる人、そういうふうな方にこそ自分の投げるボールも受け取ってもらえるんじゃないかなっていうふうに期待するところが出会いのスタートだと思うんですよ。誰からも人間関係作れなかった、誰からも信頼されてない人に飛び込んでいきますかねってことなんですよね。だから人を集める力っても大事ですよね。で、総じて言うとね、私が思うのは、うん、イメージで漫画を描く力じゃないですかね。漫画にはいろんな登場人物が出てきて、できっかけがあってね、転換があって、で犠牲があって、最後に大団円なりラストシーンっていうのがあるわけですよ。そういうふうな構成力とか、それからたくさんの、うん、漫画に出てくる登場人物をタレントとするとね、いろんな人格を紡ぎ出すことができて、その人間関係の中で自分が誰になりたいのか、誰を目指していくのかってことをちゃんと自分でね、自分の創作物の中から考えていけるような、そんな脳みその力が必要なんじゃないかなと思います。で、漫画の登場人物ってのは日を追うごとにやっぱ年を取りますしね、感情も動きますから、その感情やドラマをコントロールするのが漫画の作者だとすると、相当高いレベルでの人生を紡ぎ出していけるんじゃないかなと考えますね。だからまとめるとね、漫画を描く能力と言ってもいいかもしれないです。漫画を描く能力ね、あるかな。じゃあいってらっしゃい。